あれは。いや、人違いか。カーラ、何をそわそわしているのです。落ち着きのない。これは失礼した。いや、アニジャに似た人が見えたものだから。アニジャ、あなたのお兄様がこの祭りにいて何か不都合でも？いや、不都合というわけではないが、この姿を見られるのは気恥ずかしいというか。それに私とアニジャはもう長いことすれ違ったままで、良い関係とは言えない。そうですか。あなたも私と同じなのですね。フレイヤ殿もアニジャと何か？あなたのような人間に理解できるはずもありません。何十年何百年経ってもお兄様と私の距離は縮まらないままなのですから。何百年、それは確かに人の身には長すぎる。一つ言えることがあるとすれば、人間の時間は私から見れば一夜の夢。消えてなくなる前にできることがあるのなら、せいぜい励みなさい。フレイヤ殿。ああ、ありがとう。私は諦めない。いつか必ずアニジャと向かい合い、私の思いを伝えよう。そうですか。では早速あなたの兄を探しましょう。それはせめてこの姿ではやめてくれ。